陰居の不幸派か不吉見は陰二23代王、武帝の妻の一人。死後は、母親、生死は不詳。中国史に登場する最初の女性政治家、軍事家。陰の王、武帝の妻であるが、式などの伝生文献には不吉見の記録はない。甲骨文を中心とする正代の文字資料にのみ、その存在が確認でき、特に1976年に墓が発見された。 ことから広く知られるようになった。ふよしみに関する甲骨牧事は250件以上にも上る。武帝の在位中は周辺国家、部族に対し戦闘が行われており、ふよしみも数多く兵を率いて出兵した。ともえ方、ひ方、恵比寿方などの政抜に赴き、強人性抜の時には1万3000もの軍勢を率いている。また、 祭祀を取り行ってもいたようである。このほか男児を産むかどうかといった出産に関する牧事や、体調、病気に関する牧事などが残されている。ふよしみの生死を占った牧事もあり、後、武帝の在位中に死去した。武帝期以降の甲骨文には、祭祀大将の先祖として登場する。武帝に先立ち死去したふよしは、隠居の宮殿葬病区内にある不幸墓に埋葬された。 陰王族の墓の中では唯一洞窟を免れ、1976年に発見された。墓内からは不吉美が軍事権を握っていたことを示す。まさかりや陰台には珍しい道教、法廷や長法、常など1928件の文物が出土している。不吉美の不は何らかの地位を表す語で、不吉美がそうであるため一般には王の妻と解釈されている。 しかし、不を関する人物は少なく見積もっても60名前後は確認されるため、女官一般を指すとする説等もある。不、吉見の、吉見は、子という名の集団、国属出身であることを表す。甲骨文では、女性であるため、女が添えられて、多くの場合、不吉見と書かれるが、母き子、不子等と書かれる場合もある。そのため、厳格には不吉見は、現代語で、 不死と読むことになるが、ここに女変を加えた字が、皇の吉見と同じ形であるため便宜的に、不幸と読まれている。死後の甲骨文では、母神、または母神といった死亡で呼称される。母は、王の配偶を表す。このほか例えば、落合八志思うは、地方領主の称号として、父が存在し、軍事や政治に参与したのは、武帝の側室であった。 ふうよしみではなく、こういう領主の、ふうよしみの方であった、という説を主張している。これは不幸以外の、不を関する人物も同様である。A AB 観、チャンス、コリン賞。ォ本ンンに提法予称し人物印。北京、中国社会科学出版社。P312 から338。ISBN 978から7から500485476。 落合厚志思う。陰中国史最古の王朝。中高新書。東京、中央公論新社。pp141 から146。ISBN 978から4から12から10万2303から2。総うたぐも。陰巨富公母名文研究。台北、文通出版社。pp77 から84。 ISBN 978から9から576681615ありがとうございます。